はようございます。一ノ瀬はじめです。昨日の動画はいかがだったでしょうか。ほぼ無言でね、歩いてただけでね、ちょっと他のチャンネルの動画のね、作り方をインスパイアしてみたんですけど、どうでしたかね。また良ければコメントください。それでは、朝からお茶いただきます。今日の天気は？今日の名古屋は予想最高気温34度、最低気温15度で厳しい暑さになるでしょう。現在気温20度、晴れです。34度、もうあかんねこれ。はい、今日は母ちゃんたちいないのでね、一人でウインナー焼いて食べております。めっちゃいい天気だね。日差しが暑い。だんだん風も冷たくなくなってきてますね。それではお仕事行ってきます。仕事終わりました。今日バタバタしてね、お昼の動画も全く撮れませんでしたが、土曜日ねちょっと人が少なかったので頑張って仕事してみました。でね、今日はねうちの嫁さんのね誕生日会は先日やったんですけど、弟の嫁さんもね今月が誕生日なので、この浅熊さんがあって、でその隣にねステーキハウスがあるんですけど、そっちのねステーキハウス神戸屋さんで、合同の誕生日会、ついでにねもう一人の弟も、5月の誕生日なので、ここでね、3人の合同の誕生日会ということで、今回はね久しぶりにちょっと高級めでやってみたいと思います。というわけでステーキの神戸屋さんにやってきました。本店ですね、名古屋の松田区にあります。それでは行ってみましょう。ステーキの焼きぐらい日本語、これ久しぶりに見たけど面白いな。はい、お店がサービスで出してくれた寿司、牛の寿司ですね。醤油をちょっと、うん、うまっ。はい、生ハムメロン。はい、母ちゃんが頼んだサーモン、これオードブルだね。うん、美味しい。それでは今日はライディングがいい。これピクルスか。うん、ピクルス、ピクルスを、かいちゃん、おいちゃんさんご飯食べな、生ハムに巻いて、あ、2枚巻いちゃった。一個さ、枝豆ちょうだい。こっち枝豆食べる。こっち枝豆食べるの。これもう一つしかない。バーバー。二人とも食べない。これは一体何だ。うん。なんで。これも変わった、ただのパン、うん、何がないわ、うん、何が入ってるかよくわかんないけどすごい美味しいの。何が入ってるかわかんないです、うん、なんだろう、なんだろうね、なんか中身がアスパラかな、美味しい、これすごいな、これ中身がなんだろう、イチジクか、これイチジクが入ってる。へえ、おしゃれや。うん。ま。
それではメインの生ハムメロン。ありがとうございます。これこれ。わ、めっちゃよく切れる。このナイフめっちゃ切れる。食べる。いただきます。うん、これはうまいぞ。牛のたたき、もうめっちゃこれ今つまんだだけでうまかった。うん。うまっこれ。ガーリックチップ入る。ああいいね、ガーリックチップいいよ。はい、ここの名物、隠れた名物、キュウリの一本漬け。皆さん、様々でお持ちましたよ。はい、アボカドとタケノコのサラダ。はい、コーンスープ。はい、ヒレステーキ 180g。で、母ちゃんがサーロイン、うん、サーロインのレア焼きです。レアだから下からパン引いてある。あ、そう、火が通らないよ。へー、おしゃれやる。さて、それでは、いただきます。もう結構お腹いっぱい食べる。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。いただきます。めっちゃ美味しい。うん、うまっ。最高。はい、それではデミグラスソースかけていきたいと思います。ルーみたいなカレーね。めっちゃうまそう。うん、うまっ。はい、締めのデザート、これが珍しいね。干し柿のなんか冷やしたやつ、すごいなこれ。はい、お肉ちょっとね残っちゃったんでお持ち帰りで詰めてもらいました。そしてなんとこれね、開けるとね、ジャンとすごくねこれ。ちょっとびっくりなんだけど、そんな新しいの入れてくれなくていいのにと思っちゃった。新しいのは入れてくんない。ギラッとめくると半分、あ、スカスカだな。すごいシャツなの。そう、ここが心遣い。あ、そっか、そうなの、うん、ちょっと期待持たせるというか、ひどい男のパターンね。いや、自分が残した分が分かる。最初の状態に戻してくれたのかと思った。ないない。ごちそうさまです。はい、ありがとうございました。はい、神戸屋さん美味しかったね。久しぶりに食べました。また来たいね。Won't you rub your finger?